桜内達夫3月13日から1954年11月14日は日本の実業家、政治家、元衆議院議員、参議院議員。1928年、東京府一区から立憲民政党に属し衆院議員に選出され、次期選挙にも当選した。1947年には東京都から参院議員に当選した。 国民民主党最高委員、3位に予算、大倉、外務各委員長を務めた。鳥取県最白郡与那子町で生まれた。島根県氏族、桜内和一郎の次男。桜内家は、江戸時代、広瀬藩主、松平家の家臣だった。廃藩の頃、桜内家に入った松平家からの頂戴金と、氏族に対する政府のお下げ渡し金を資本にして、 父、和一郎はあれこれと事業に手を出したが、うまくいかず次第に食いつぶしてしまった。新郎は、早稲田大学政治経済科で学んだ。亀崎銀行に入り、常務取締役に挙げられた。京国銀行取締役を経て、日本人臓器縫いと会社を創立し、常務取締役に就任した。桜組工業。 日本粉ミルク格外社取締役となった。この他大連株式商品取引処理事長、百軒店、土地建物、東海ラミー宝石、桜内商事各社長なども歴任した。1928年、第16回衆議院議員総選挙に、旧東京都第1区から民政党公認で、立候補し初当選、2年後の、第17回衆議院議員総選挙でも、 前回同様旧東京都第一区から民政党公認で立候補し2度目の当選。戦後平和日本確立連盟理事長、東方石油、朝鮮参勤、日本鉱三角社長を歴任。1947年参議院議員に当選した。趣味は読書。宗教はキリスト教。クリスチャンである。住所は東京市芝区所町。ありがとうございます。